株式会社タコマンは日本の製菓業者。旧社名は株式会社タコマン。直営店のロゴなどではタコマンと表記されることも多い。静岡県菊川市に本社を置く製菓業者であり、郷土菓子、和菓子、洋菓子の開発、製造、販売を手掛けている。また、静岡県西部を中心に直営店タコマンを展開しており、 商品は基本的にはこれらの店舗でしか購入できない。ただし、例外的に東海旅客鉄道掛川駅構内のこれしかところや静岡空港の売店などで一部の商品が見上げ用として販売されている。なお、直営店においては毎月タコのハッちゃんデーと呼ばれるセールが催されていた。また、アマンド娘などの歌詞で知られる株式会社ロリエときわが 経営破綻した際には、救済に乗り出し株式会社、ドリエタコマンを設立し、店舗のリニューアルオープンを果たした。タコマンの演習を追つぶ完熟一五大福経営理念として、一人のお客様の満足と一人の社員の幸せを掲げている。社長をはじめとする経営陣は、従業員向けのデイリーニュースをほぼ毎日発行しており、従業員との間で理念の共有を図っている。 デイリーニュースには、経営陣のメッセージだけでなく、従業員からのレスポンスも掲載されている。例えば、菓子の製造個数が目標に達しなかった従業員からは、自分は背が低いため台を用意してもらえれば作業が円滑に進み、菓子を待つ顧客の期待に応えられる、との改善提案などが寄せられている。 このような経営人と従業員の相互対話を通じて、意思の共有を図り、経営理念を日常の活動に反映させている。また、新土富士の思想のもと、原材料は地元である、静岡県西部産のものを極力使用している。キャッチフレーズは、清らかな演習からの贈り物であり、商品のネーミングも、東う海の伝説や名称にちなむものが多い。さらに、放送紙には、 東東美の野花をあしらうなど地元に根ざした企業姿勢が伺える。これらの点から静岡県西部を代表する生果業の一つとして知られている。一例として経営学者の坂本工事が行った静岡県西部地域顧客満足度調査によればあなたが他人に紹介できる自慢の店として他の店舗を大きく引き離しての一位であった。なお、 顧客から県外にも出店してほしいとの要望が寄せられることもあるが、タコマンは演習をテーマにした菓子屋のため、残念ながら他県への出店予定はございません。今後も静岡県演習地方を中心にと思っておりますと回答しており、あくまで直営店としてのタコマンは演習のみに限定する姿勢を鮮明に打ち出している。直営店タコマンは店舗ごとに 様々な衣装を凝らした作りとなっている。例えば、城下町風の町づくりを進める掛川市に立地する掛川本館は、鉄骨づくりだが屋根を瓦わきぶとし外壁に杉板を用いるなど和風を意識した作りとなっている。それに対して、岩田郡浅葉町に立地する浅葉本店は、同じく鉄骨づくりだが南国風を意識した作りとなっており、 樹木などが植栽されたガーデンが併設されている。インターンシップにも応じている。掛川市、菊川市、浜松市の中学校、高等学校、大学、及び特別支援学校といった地元の教育機関からインターンシップの受け入れに応じている。1953年、静岡県小笠郡大阪村にて創業を開始した。その後、従業員の給与水準や、 労働条件を改善し、他業種と遜色のない企業にしたいとの思いから、法人化を果たすとともに、小笠郡浜岡町に出店を果たす。しかし、売り上げは伸びるものの、離職者が後を絶たない事態となった。従業員の待遇改善を目指した規模の拡大が、結果的に離職者の増大を招いてしまったことから、経営方針を転換した。 顧客満足と従業員満足を同時に目指すこととし、一人のお客様の満足と一人の社員の幸せを経営理念として掲げた。以来、小笠郡を中心とする静岡県西部に直営店を出店してきた。その後、本拠地と生産拠点は小笠郡小笠町に移転することになり、小笠本社と小笠工場が設置された。なお、創業の地である掛川市大阪の店舗は、 大闘争本店を名乗る。また、陶器場の本店については、現在も掛川市大阪としている。初代社長が、東京都に修行に出た際、方向先で初めて食べたスだこの美味しさに感動し、このスだこ以上の満足を顧客に伝えたいと考え、タコマンと命名した。当初の社名は、漢字でタコマンとしていたが、後に一部ひらがな混じりのタコマンに改名した。社長は、 タコをかたどった図形の中に筆文字でタコマンと表記されている。なお、直営店などの店舗のロゴはすべてひらがなでタコマンとされていることが多い。ところ13の名門。タコ西応援団には静岡県立掛川西高等学校をモデルとしたタコ谷高等学校が登場する。これはタコマンの旧社名である株式会社タコマンがネーミングの由来になっている。 また、大島司のアタックは、静岡県掛川市を主要な舞台としており、かつてタコマンが運営していた、城の持ち本舗にて、登場人物がソフトクリームを食べるシーンがある。演習茶屋の、紅ほっぺパフェタコマン小笠本店で販売される、演習大粒完熟いちご大福。ありがとうございます。